はいどうも、アキです。はい、ノルディリス降臨絶地獄級にハトホルパーティーで、初見プレイ挑みたいと思います。はい、こいつだけスキルサボっています。まあやっていきましょう。どうせハトホルはね、究極でスキル変わらないと、うん、あれかなと思ってスキル上げしませんでしたとかはいいかも。挑戦。さあ、インフィニティ混乱は結局やんなかったからな。なるほど。コストとか全然気にしてないです。もうとに普通のハトホルパーティー。シャ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 。操作時間延長2個っていうね、最近にしては少ない感じがちょっと嫌だ。おお、一気に上がりますね。おっと、ちょっと光が欠損してますね。でも大丈夫かな。シャ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 。こんなもんで結構時間ありますね。指こいつから勝って、やばい、これ早々やばくない。まあでも闇2分割してこっちだけ倒そうか。闇闇水、よし、水をなんとか持ってきて、これでどうや。硬いのかこいつら。こいつらまさか10万あるの、防御力。あ、そういうやつか。やっぱり、いや、ここは待てよ。スキルダメ、まあスキルダメハトホルする必要ないんですけれどもね、正直ハトホルって。もうスキルダメだね、いわゆる。まあ念には念を、というか絶地獄級ダンジョンなんで石何個使うか分かんないんでね、普通にやったら。はい、貫通。もう全然もうレベルが上がらないですな。なるほど、まあいいでしょう。もうスキルダメとかもういいでしょう。うん、四つ消しはいらなかったかな。最近本当にね、パズドラ熱が全然なくてですね、やっていかないといけないなっていう。もうボックスも今めちゃめちゃな状態です。やっていこう。あー、これ倍率出てないよな、やっぱ。片一歩だけを倒せないかな。落とせないか。これバインドやめて。うわ、強え。やっば。やばし。闇欠損だから全部やらないとダメっていうのが分かった。これで大丈夫かな。OK、真ん中から倒せ。いやー、絶地獄やりたくないんだよな、本当に。石わけわかんないぐらい初見プレイやると。おっ、あ、竜剣士さんか。あー、これはもうやっとくか。怖いからバインド解くか。オッケーオッケー、全然攻撃は辛くないね。杖入れてね、やっていこうと思います。まあ悪くない。あー、君か。君はね、結構削っていかないとなんだかんだ余裕ない人だ。知ってるんだよ、僕は知っている。君はやばいんだよね、案外。あ、これ木が、うわー、木が、まあ、パズルがね下手だっていうのはね知ってるんでね。あれあれ、ちょっとそれにしてもだな。いかん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 、それにしてもだ。これはちょっと真剣にやらないとさすがにやばい気がするだ。これ半分は
やばいな、もうしゃあないな。43で消せば大丈夫そう。434343いくよ。あ、これ水落としでになってない。うん、落としになってた。落ち込む含めのパズドラだからな。オランジーナまずいな、じゃない、レモンジーナ。初めて買ってみたんですが、レモンジーナあんまり美味しくない。オランジーナの方が美味しい。マジ、あー、これも 2way 入れないと絶対死ぬやつだ。その YouTuber の人って分かったんだよね最近、なんか商品なんかレビューみたいなのやるの、あれ税金対策だ絶対。まあ、僕は YouTuber ではないので税金対策しやらないんですけれども、うわーこれ火が遠いな、火を無理やり持ってくる。あー、これ火遠いな。頑張ってみよう。もうここでワンコン見えた。ワンコン、ここでワンコン見えてしまった。火が遠すぎる。うわっとっとっと、アディオス。あー、くそだ、強ない。あー、強かった。だから 2way は確実に入れて、火を4、ハート、水、水だけやら大丈夫そう。あ、やばい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 。はい、またやっちまった。落ち込む含めのパズドラです。ちょ、最近覚醒ラーのね 1,2,3,4,5,6,6 個、指6個ついてるパーティーしか使ってないんで最近。うわ、一番嫌いなやつ来た。いやー、ここでバルが使えないのちょっと辛いな。うわ、一番嫌いなやつ来た。これはやばいぞ。もうパズル考えれないんでね、集中力がないんで。じゃあ火以外で4つゲージ決めていく。こうなってくるとこんな感じで、あと1回攻撃したら大丈夫でしょう。うわ、微妙なラインだな。でもここは仕方ない、攻めよう。守りに入っても仕方ない、もうここは。あ、でもこれこれここで、あ、ダメだな。ちょっとできるかどうかわかんないけどやってみようかな、今思ってるやつを。こう縦で、あーっと、全然できなかった、思ってるやつが。もう下手にも程があるでしょ。えっ、どうしようかな。で次静まり返るやつか、もしかして。じゃあここは、あー、でもそっか、もうバインド解くわ。次静まり返るやつか。いや、ちょっとその光ゲーはやばいって。もくっそ、全然パズルが見えねえ。パズルが見えねえ、最後くらいはかっこつけさせてくれ。頼む頼む。おー、その4つゲージの落ち込み、いいね。よいしょー。で、この人は何なの、いいスキル持ってるの。それすらも、最近パズドラ全然してないからそれすらも知らないや。この人はいいスキル持ってる人なの。
参ります。うわうわ、光半減あんのかよ。しかもトトルで来た意味よ。まあまあ、でも落としまで決まってたんで、まあまあかな。半減あるってことは1タイプのやつではないです。あ、全然いける全然いける。これだったら戦える戦える、これなら。あと1秒、やばい、タトが計算した。盾を構えている。一旦の間ダメージを半減する。あ、ありがたいありがたい。だったらもういっぱい消すこと考えよう。とにかくよいしょ。そのハート消えるのはいらんかったな。せい、お、いいね、戦えそうだねこれだと。でもこれまたボスが進化するやつなんでしょ、どうせ。うん、まあこんな感じでどうよ。おー、いい落ち込ん、いい落ち込ん、ありがとう、いい薬です。これはやばいか。あ、また半減。これ何なの、この人は。この人は何なんだ。君が何者かなんて僕には関係ない。中二病発動、俺の必殺技中二病。あ、もうちょっとコンボした方が良かったか。まあでも半減だからどうせ無理だと踏まえて、やっぱり。おお、いいね。でここで四つ消し決めたら、あ、しかもアマテラスもなんか復活しそうだし、ここで華麗なる四つ消しを決めていこう。こうして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 、あ、これダメなやつだ。回復も水も遠すぎたやつだった。でまた半減して、うわわー、くっそ、このコンティニューはアホだ、このコンティニューはアホだ、このコンティニューはアホだ、本当に。くそ。どうしよっか、もう適当に、適当にやろう、適当に。あと右に1個ずらしたら。あ、これ、案外うっとうしいな。おっしゃ、オッケー。これワンチャンあるで、ワンチャン倒したで。イエス、オッケー、見事だ。私も戦いの中で進化しよう。めっちゃ強そうなんだけど。あー、しかも光半減続くんかい。行くぞ、好敵手よ、ナイツオブドラゴン。どうしよっかな。ちょっと回復振らせて、これはバインド解く感じでいこうかな。うわ、全然降ってこねえ。一旦の間水属性を吸収。お、水属性吸収あるのかよ。また不都合な相手だ。あ、そうか、今の読みがあれされてたからしんどかったやつね。いや、もう早いうちにヘブンスラッシュ使った方が良かったのかな、それも分かんないや。あのスピラゲを全くしなかったヘブンスラッシュ。そこに回復、いやー、やばい。2万あったらまあ入れて耐えてほしい。剣を振り上げた、攻撃力2倍。どうしよう、とりあえずハトボル2発撃つのは間違いないとして、ハトボル2発撃つのは間違いないとして、これ読みで決めに行く、まさかの。でアマテラスは置いとこう。で4 4 4 6 7 8 9 10個か。
44だな。44でいこう。ああもう考えてもしゃあない、考えてもしゃあないから、考えてもしゃあないから、もう適当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 、こういう時は適当が一番いいやで。ほら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 、よしよしおーし、そこに光降ってこい、光降ってこい、おっしゃ。これはうわー、ちょっとね、もしこれワンパンで倒してたならノーコンあったな。あ、全然だ、全然だわ、全然だわ、全然だった。あー欠損か。4343ね、4343いくぞ。いいんじゃない、5コン ?4 コン ?4 コンか。え、かっ、おい、かぁ、うわぁ、やってやられましたわ。しかも欠損だ。いやもうこれ欠損してるけども、これはね、4個消しいっぱい作って等倍で倒してしまう。頼むー、よっしゃ。はあ、久しぶりにこんなコンティニューしちゃったわ。やっぱゼスト地獄系やばいな。やばいといえども、正直最後の1コン以外は、2コンか、最後の2コン以外はパズルが下手だっただけだったっていうやつ。スキルがなんだ、ドラゴンタイプ攻撃力3倍キー光から、ロイヤルグラ、あ、ロイヤルグラビティやつか、見たわこれ。全然強くないやつだ。はい、全然強くない人を魔法石5個で取ったので、レアガチャで魔剣士が出たよりはいいと捉えましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あのパワープルアプリとかのね、実況もやっているので、概要欄の方に再生リストで載せておきます。もしよろしければこの後お楽しみください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。